リジナルコンテンツの盛りだくさん。テレビでも試合を楽しめます。大きな喜び、小さな楽しみ、パ・リーグの全てを見るなら、ファーストパ・リーグ TV。負けましたし、その分チャンスを取られる人も多いですし、チーム自体エースにいなくなったそこを狙ってくる選手がたくさんいるので、そういうところがいい方向に向かっているんじゃないかなと思います。リーグ4年間と日本一の間を話してやりたいと思います。で、今年は僕は中軸をしたいんで、やっぱ打点とか得点で打てるように3番打ちです。そうですね、やっぱり4連覇と、去年日本一をやっぱ取られてしまったので、全員悔しい思いをチーム全員がしたと思うので、あそこを全員で、まあ、吉本さんとかいなかったんですけど、あそこを全員で頑張っていけるのがベストだと思うので、はい、全員で頑張りたいなと思います。能力の高い選手が多いので、まあ、負けないように、僕はもう打たないといけない立場なので、常に調整ではなくて、常に本番を考えてやってます。まあ、優勝、チームとしては優勝で、個人としては最低2桁ゲームを持っているので、チームが勝てるピッチングをするっていうのが、はい、自分は大事かなと思って、しっかり野心をジャズに守りやすいように、ゲームをしっかり投げていったなと思います。まあ、緊張感もありますし、そんな感じですね。緊張感は常にある。安心とかないと思いますし、まあ、でもやっぱり勝負が抜けて、どっちだと思うけど、攻撃陣もね、そんな変わりようがないですけど、リオマさんも入ってきて、まあ、ピッチャーも全員で頑張っていかないとって感じですよね。だったら、一人一人っていうことだけですよね。4連覇、それに貢献できるように頑張っていきたいです。こういうシーンを決めなくて、本当結構出さないといけない立場なので、まあ、しっかり聞くことがあって、まあ、やることをすべてやって、まあ、それを正直に僕の目を守ります。すごい汗がかく、いつも応援していただけるので、はい、すごいやりやすいです。3年間はできましたけど、日本一を逃してしまったのは本当に一番悔いが残る試合で、悔いが残ったけど、今年こそは日本一を逃してしまったので、取りたいなと思います。ナイカチュー、若手がすごく一番強いなと思って、まあ、その中でやっぱり無理だなと思ってもらえるような内容を残して、一つに残ってますし、競争で勝ち抜いていかないと生きていけないなと思います。今までと違う手応えもあったりする中で、まあ、そういう感覚を自分の中で対ピッチャーで確かめてきながら、より高いレベルに、毎年なっていけるように一年一年やっているので、まあ、そういう姿を見せたいですし、自分なりにこう納得できるシーズンにしたいなと思っています。いや、外から見てる感じすごい仲いいなと思ったんですけど、それよりもなんか楽しいですね、実際に仲いいっていうか、なんか新しい人が今までない数字の個性とか大きいペースになるので、まあ、そこは目指してやっていきたいなと思います。そう、手応えっていうのをしっかり感じながら、プロのレベルを実感できてるかなと思います。そう、やっぱりカットボールと違ったので、結構通用するなっていうのを感じてます。社会人時代もお金っていうのは入れときなんだね、お客さんっていうのがすごい多いので、やっぱりスタンドを埋め尽くすぐらい来ていただけてるので、やっぱりそれが何ていうかモチベーションになるというか、なっているのすごいありがたいなと思います。お前やっぱ楽しいですね、仕事していくっていうところを感じれるのも何年かなと、すごいそれは楽しいなと思います。去年より嬉しいなと思って、まあ、2人負けた新しい
人たちが入ってくると思いますので、そこにもう少しあの制度の状況で行きたいと思います。去年の全部で収録しているので、この準備会取り組んでいきたいなという気持ちもありますし、まあ、そこに向けて、連覇できるように投げていきたいと思います。バイカツI can't!
対抗野球好きになるし、ここに来て野球見るともっと面白いので、ぜひこの場所に来てください。野球殿堂博物館、ここには感動の続きがあります。絶対野球好きになるし、ここに来て野球見るともっと面白いので、ぜひこの場所に来てください。野球殿堂博物館、ここには感動の続きがあります。昨日の自分には負けたくない。自分らしいピッチング、進化した自分をみんなに見せたいですね。まだまだやれる、走り続けますよ。挑戦もやめない。あらよ、ブラッドお出かけしてよ。はしゃいだっていい、くさいだっていい、だってここはみんなのショッピングパークですから。三井不動産グループ、三井アウトレットパークで。人材サービスのパーソナルグループ、全ての働く人々を応援するパ・リーグのタイトルパートナーです。働いて笑おう。